日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。いら、ローソンとゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムコラボ商品を食べたいと思います。ついに発売ですね。ゼルダの伝説最新作ティアーズオブザキングダム。もちろん前作のブレスオブザワイルドはちょっとゲーム実況を始める前にプレイしていたので、私もや久しぶりのゼルダ楽しみに待っていました。でちょっと、この動画が出てる段階ではまだちょっと今週仕事が忙しいのでプレイできてないかなと思うんですけど、まずは冒険の前に腹ごしらえということで、ローソンとのコラボ商品食べていきたいと思います。いよいよ2023年5月12日だけどさ、なんでポケモンの最強レードと、ここにゼルダの最新発作発売とかぶせるかな。もうちょっと考えてよねって時間の配分が、もちろんやりますけどね、どちらも。では今回何を食べていくのか、こちらマックスサーモンとフレッシュミルクのクラムチャウダーポカポカ草の実風唐揚げくんと、マックストリュフカロールキノコフォカッチャ、ゴロンの香辛粉風味のドライカレーおにぎり、そして獣肉カレーパン。わー、結構物騒な名前ですね。で、あとバナナオレもあるんですけど、残念ながら自分がいた店舗ではちょっと商品がなくて買えなかったので、後日飲むことができたら TikTok の方にでもあげ、あとショート動画であげようかなと思ってます。では早速クラムチャウダーから食べ、クラムチャウダーは食べるというか飲むかもしれませんけど、やっていきたいと思います。ちょっと待ってくださいね、ちょっと結構ビニールが硬い、ちょっとこぼしたら怖いのでちょっとお見せするのは難しいかな。はい、こちらホワイトソースが香って、うわー湯気がすごいです、もくもくとなってる。でもちょっとバランスが、はい、野菜とか結構入ってますね。おスープもとろとろだ。これは美味しそう。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。私たちを食べて力をつけた後は、さあ冒険に出発だよ。はい、分かってます。あれを確保したらすぐにって、結局確保することは前提かい。だけどその前の腹ごしらえしっかり食べていきますよと思ったけど、結構きついのもある。あ、リンクこんなの食べてたの。だけど一方でまろやかで静かに元気が湧いてくるようなお料理もありますね。温まったり、ちょっと心落ち着いたり、料理で冒険のお供に本当にいいものですね。バナナオレもぜひ探して飲んでみたいです。見つかるといいんだけど。さあ気合を入れた後はそれぞれの感想を述べていきますね。それではごちそうさまでした。最初に食べたマックスサーモンとフレッシュミルクのクラムチャウダーはところどころにマカロニとかミルクの効いたまろやかなスープもあるのですが、やはり鮭を噛んだ時に旨味がぐっと口の中に広がってきて美味しかったです。鮭がお好きなのであればぜひ飲んで食べてほしいですね。次に食べたポカポカそうのみふから揚げくんは本当に結構口の中でビリビリにきましたね。うわあ、寒いところでも耐えられるようになる、ほつさに寒い時に欲しくなるから揚げくんでした。だけどちょっと遅いぞー。だったらあと辛さで結構好みが分かれると思いますので、苦手な方は食べない方がいいです。次に食べたこちらのきのこフォカッチャ、きのことまろやかなクリームソースがもっちりとしたパンによく合っていました。で、ニンニクが使われているのがあるので、ところどころニンニクのコクも感じられましたね。で、こちらのドライカレーおにぎりは香辛粉と書かれていますが、先ほどのポカポカそうのみに比べればそんなに刺激はなかったです。なので食べやすい反面、刺激を求めると少し物足りないかも。最後に食べた獣肉カレーパン、カレーはに結構野生の味がするなんてことはなくて、シンプルで辛さも程よく食べやすい商品でした。カレーも欲を言ったらもっとお肉大きめでも良かったかも。
今回食べた中だと、こちらのキノコフォカッチャがソースの旨味とキノコの味を一番感じられて好みだと思ったので、代表としてちょっと危ない危ない5点とさせていただきます。はい、というわけで、まあついに発売されるゼルダの伝説ティアーズオブザキングダム、私日常演舞も実況していきますので、概要欄の URL からゲーム実況チャンネルの登録をしてお待ちいただけますと、そして視聴していただけたら嬉しいです。もちろん現在投稿しているこちらのメイン食レポチャンネルの方もお願いしますね。それではご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると、そして何よりゲーム実況チャンネルともどもチャンネル登録をしていただけると非常に嬉しいです。では演舞終演、本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。